浜田プロの様子っていうのは分からないんですけど、まあ、本当にすごい選手がたくさんいるっていうイメージなんで、少しでも、近づけるように一生懸命頑張っていきたいと思います。まあ、51番っていう、背番号をいただいて、まあ、去年、冬にイチローさんに、指導していただいて、イチローさんと同じ51番なので、まあ、1日でも早くイチローさんに近づけるような、いい選手になりたいなというふうに思います。少し、体が鈍っていたので、まあ、すぐに、こうプロになれるために、まあ、体作りだったりというのを、しっかりしてきました。まあ、普段、学校の行き帰りでも、まあ、話しかけてくれる方っていうのが、増えたりっていうのがあるので、まあ、そういった方の期待に応えられるように、頑張りたいなと思います。まあ、まず、年間140試合キラーの試合体作りっていうのをして、まあ、いつになるかわからないんですけど、しっかりレギュラー定着できるようにやりたいなと思います。そうですね、本当に欲しい選手が、名乗りを上げて、それあと1位指名させていただいて、それが抽選にも、当たることができて獲得できた、本当に、スカウト部長になって、嬉しいなという限りでございます。いや、もう本当に頼もしい選手で、試合見ていてもここぞっていうチームの、逆境の時でもホームラン打ってくれるバッターなので、本当にジャイアンツファンがここで打ってほしいっていう時に打ってくれる選手に必ずなってくれると思ってます。まあ、ウェイトトレーニングの方はしっかりしていて、まあ、その他守備だったりっていうのは、まあ、外野だけじゃなく、まあ、内野も挑戦して、まあ、そのプレースタイルっていうのが広がればいいかなと思って、まあ、いろんな、ポジションを練習しています。まあ、自分も階段があるんですけど、まあ、一番、この17年間について、まあ、家族にお世話になっているので、まあ、家族みんなで、何か好きなものを買ったりして、仲良く使いたいなと思います。まあ、今まで本当にお父さんお母さんにこう助けてもらいながら、生きてきたんですけど、まあ、これから寮に入って自分のことはしっかり自分でしないといけないなくなるんで、まあ、これから、入寮するまでに、まあ、自分ができることっていうのは、まあ、家の中でもしっかりして、で、まあ、少しでも早く、そのジャイアンツの寮になれるようにしたいと思います。手みたいところはあまり東京に行ったことないので、まあ、これから調べて、はい、行きたいと思います。まあ、自分もプロ野球選手を見て、こういったプロ野球選手になりたいとか、将来プロ野球選手になりたいという目標というのができたので、まあ、自分もプロの世界で活躍して、まあ、小さい子たちが浅野選手のようになりたいとか、浅野選手みたいにこうホームランを打ちたいとか、そういったことを言ってもらえるように、一生懸命努力していきたいなと。